逃がすものか。おお、うん、逆赤が地点一つ、ガンダムで押し返してやる。うわ、まだだ。タカがメインカメラをやられただけだ。ニュータイプ覚醒。あ、私のガンダムが、僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。というわけで、グリードです。さあ、COD ガンダムコラボ最終章というわけで、ついに来ました。RX78-2 ガンダム。まあ、ここが僕の本命ですから、まあね、初代から入った身としては、まあ一番これをね、なんだ？これを楽しみにしてたので、いやーもう早速買っていきましょうか。購入！さあ、来ましたよ。見せてもらおうか。COD ガンダムコラボの性能とやろう。さあ、まずは本体スキンのディテールを見ていきましょうか。いやー、まさかのまさかの、多分おそらくこれは PGU のデザインのガンプラからのデザインですかね。このスキンが発表された時、まずはね、最初はシルエットだけだったんだけど、なんかね、肩がやけに突き出してるなと思って、ん？これ本当にファーストガンダムかと思ったんですけどね、まさかのこの PGU の肩でしたね。他頭部だったり、腕部だったりね、ダクト部分だったりは、かなりこう、まあ、COD のこの現代風のね、スキンに合うように、まあ、リデザインされてるのかなっていう感覚はします。そしてビームライフルはまさかの、まあ、しゃない、まあ、本当にビームライフルが出てきてくれたらなと思ってたんですけど、まあ、SMG のトリコロールカラー。いや結構なんかバックパックは大きめだな。しっかりと、ノズル部分も赤色になってますね。で、デカールも入ってます。いや、非常にかっこいい。あ、頭部裏もデカール入ってますね。腰部はつい、あ、腰部、あ、ベルト部分に、腰部にまさかのベルト部分に、あのおなじみの V 字マークが書いてあります。大気圏突入時に使う、テレビ版だと耐熱フィルム、劇場版だと耐熱フィールドのあの V 字マーク。サイドアーマーはついてます。あ、後ろお尻に黄色いパーツが、ついてました。おー、ないかと思ってましたが、細かいところに原作再現の心は感じることができる。そして足部分ですね。前面にアーマーを装着して、足が、シューズの底部分が赤色になっているというね。まあ、これでガンダムの足を再現というわけですか。はいはいはい。いやー、なるほど。いや、まさかのちょっと腰部部分にね、かなりこう原作再現の心を感じることができましたね。そしてビームライフル、これも前回のエアリアルと続き、残念ながら原作通りのビームライフル ではなく、トリコロールの、ビームライフルというわけです。SMG にトリコロール。ま、これが大本命でしょう。ビームサーベル来た！ビームサーベルだー！すごい！アイフィールド発生装置のなんかあれがうにゃにゃにゃしてますね、これ。思ったよりビームライフルの塚部分が短いような感じはしますけど、まあ、でもこれは確かにビームライフルです。あ、ビームサーベルです。いや、これは楽しみだ。そして、ガンダムシールド！まあ、これはね、いろいろ突っ込みどころあるかと思いますが、CODの、シールド武器にガンダムのデザインを貼っ付けてるような状態ですね。覗き穴が、2つある状態という、ちょっと不思議な感じになってますけど、あ、でも、シールドは前回のエアリアルと比べてかなりクオリティが高そうですね。うん、十字マークも入ってして、デカールも入ってる。いや、非常に、まあ、いいんじゃないか？そして、とどめの一撃フィニッシャーはニュータイプフィニッシャー。こちらはアニメ第1話で、アムロが初キル、ジーンをね、空中で切った時のフィニッシャーだと思うんですけど、逆、右手じゃない、本当は左手なんですけど、なんで右手にしたのかわからない、まあ、構図の問題だったのかよくわかりませんが、残念ながら逆手。ポーリングカードはビームサーベルを構えたガンダムですね。シールドが半壊していて、背中のサーベル部分が左側のサーベルを使ってるので、これはおそらく黒い三連星のあのジェットストリームアタックに備えて構えてる時のガンダムのやつですね。はい。いや、これも原作再現素晴らしい。エンブレムはアムロレイ。はい。まあ、もちろん来ましたね。まあ、当たり前でしょう。主人公ですから。ローディングスクリーン、ロード画面は、ラストシューティング。ああ、わかってますね。ここでしょう。前回のエアリアルは、第1話からアニメそのまま持ってきてたけど、今回はイラストかな？ちょっと残念ではありますね。ウェポンステッカー、まさかのスレッカーさん。出撃前にハンバーガー食べてて、未来さんが来た時ですね。右手には、母親の片身の指輪が
ついてますね。まあこの後未来さんに渡すんだけどね。はい、ウェポンチャームはビームライフル、かわいいですね。もう一つのウェポンチャームはハロですわ。まあ分かってますね。まあガンダムのマスコットキャラクターといえばハロですから、武器チャーム武器につけれる、これは絶対につけましょう。そしてラージデカールはホワイトベースのペガサスマークと、はい、初期のあのマスターグレードのねガンダムの左肩にね、まあついてたりしたデカールですね。はい、そしてガンタンクワール、何これガンタンク、まさかのガンタンク。まあ結構後半になるにつれて、あのスタッフのね結構個人的な趣味が見え隠れしてくるんだよね。最後はローディングスクリーンの、RX78 にガンダムの、ね、今回のスキン発表時に公開された画像になってます。はい、今回も大ボリュームですね。早速武器見ていきましょうか。さあ見せてもらおうか。腕でっけあれ腕でかすぎないか。左腕がゴン太すぎてかなり画面を埋め尽くしておりますけども、ビームライフルの方ですね。まあビームライフルといっても、ゲーム内にある SMG にスキンをつけてるような形ですが、おー、まあビームマシンガン。音はそうだな、ビームライフルの音ではないんですけど、まあ色がね、おなじみのピンク色で、まあガンダムの世界にありそうなビームマシンガンっていう形でしょうかね。はい、まあこれなんかスナイパーライフルでビームライフルとかにしてくれたらよかったりな、よかったのになーって思うんですけどね。うん、そしてビームサーベルだ。武器はないのか。武器はビームサーベルです。ただ音がちょっと、音がちょっと違うかな音がビームサーベルの音ではないですけども、うん、はい、まあだから人型が持つとどうしてもライトセーバー感があるのが少し残念ではあるかもしれませんが、ガンダムスキン、ガンダムスキンが持つことによって完全にビームサーベルになるでしょう、これは。はい、お次はガンダムシールド。まあ FPS 視点なのでこの画面だとほとんどよく分かりませんので、ちょっと TPS に行きましょうか。というわけでカスタムゲームで三人称にしてきました。しっかりとバックパックが見えております。まあビームライフルではないですけど、まあこうビーム、まあマシンガンのような感覚で一応使うことができますね。やっぱりあのとどめの一撃フィニッシャーやりたいですよね。でビームサーベルを抜く、今どっから抜いたんでしょうか。腰から抜いたような気がする。そしてビームサーベル持ってるのに背中のビームサーベルは減っていないという、ちょっと残念なポイント。逃がすものか。おー、逆逆、本当は左手だけど右手、まあでもかっこいいからよし。おー、いや、かっこいい。一応ねガンダムシールドこんな感じ、まあ、非常に大きいですね。そして目立つ。まあ、ガンダムはね、ザクの銃弾効かないんで、こんなシールドなんて使わなくても、実弾は全く効かないんだけどな。というわけで、マルチプレイヤー行きましょうか。ローディング画面のラストシューティング。さあ、そして、マッチングしたぜ。軍人さん、よろしく、よろしく。あいつの方が、軍人の本職だろうにさ、アムロ、行きまーす。まあ、今、アムロちょっと触れづらいところではあるんだが、アムロ、行きまーす。よし。まず、B 地点じゃなくて、右地点。マップは、まさかの東京マップ。ガンダムにふさわしいのかなと思ったけど、別に劇中で、日本は東京、登場してこないから。まあでもね、ガンダムといえば日本ですから、日本が誇る伝統ですから。まずセンター、これ警戒した方がいいぞ。みんな後ろ、後ろ、後ろにも目をつけるんだ。こっから待って、ミスった、危ない、回り込んで2つ。またこれリスポーン変わったな。わかる、わかるぞ、見える。ここから敵が来る。3つ、4つ、5つ、6つ行くか。これいや、一旦これ落ち着こう。UAV 出して、右レーンは、右レーン来ないのか。ここ、もう一枚、まだ行く、まだ行くぞ。やばい、これは一旦逃げようか。あぶね、みんなそんな、もう前ポはもう一旦やめよう。こういう時臆病なほどがちょうどいいのよね。これ裏取りして、絶対ここ赤点あるから、味方が裏を取られてるならこっちも裏を取るまでよ。 OK 強い、これがビームライフルの力か。さあ、横をつくぞ。地点取り返すぞ。赤が地点一つ。ガンダムで押し返してやる。あ、まだ敵いるのこれ。それは聞いてないな。まだいるの聞いてないな。うわあ、厳しい、それは。カミーユ、大丈夫か。もっと下だ、カミーユ。後ろ。一つ。
あー2ついかない。まだまだこんなものではないぞガンダムの力は。待ってこれ左返してくる。一旦構えてビームサーベルでもキルをしたいところではあるが、いけちょっとね、あの喋りすぎてキルストリークが全くつながってないから、一旦真面目にキルストリークをつなげるとこから始めようか。これまず UAV だ、一つ。これ裏取れるのか。2つ、ナイス。エリアを取り返した。弾薬ボックス置いて正面来てるはずだから、これ一旦、やべ正面はまずい。敵も入れないのは分かってるはずだ、敵も分かってるはずだ。本当に戦うべきルートが誰かということは何言ってんのかよく分からん。もうオッケー、オッケー、まだ行く、まだ行くぞ。これ後ろいる気がするな、やっぱそうだね。3つ、 UAV まであと1つ。このガンダムはマグネットコーティングが施されているので非常に反応速度がいいです。はい、そういう設定です。もう1つ削ってはいる。オッケー、まだ終わらんよ。このまま流れに乗っていくぞ。あと少しでヘリが出る。オッケーオッケーオッケー、敵はパワーダウンしている。押し込め。大丈夫かエリア。いやこれは外周だ、まずい。臆病になった方がいい。ここはヘリ出して。これまた来るはず敵。いやー厳しいか。大丈夫か、援護するぞ。このスモークはちょっと邪魔だな。逆にエリアよりこれ右レーンが怖いな。オッケー、リスポーン取れた。で僕のヘリを落とそうとしている。やらせませんぞ。よし外周、どこだ、いた、白いやつだ。僕の他にも白いやつがいる。よし、僕はあの人に勝ちたい。ん、なんか今いなかったか。いたいたいたいるいるいる。よし3つ、これは外周来るかな。一旦こっち警戒しつつ、まだいるまだいるまだいる。もう1つ、もう1回ヘリ呼ぼうか。これ行くぞ。1つ、後ろか。キルストリークが近いから一旦キルムーブ。いやー厳しいか。敵に赤色のモビルスーツはいないのか。シャアはいないのか。金色のモビルスーツ、やつじゃないのか。なんかすごい脇だ。ここから取り返してやる。まだまだガンダムの力は、正直いつもより立ち回りがだいぶ雑になっている。よし、頭やり。よし、いいぞ。まだまだ続く。あ、エリアがやられた。セーラさん、セーラさんが。これ外周まだ来るかもしれないな。いや今撃たれてる、バレてるから、こっちレーンからお薬打って。いやガンダムに薬なんてないんだけど、時には増すのも大事だ。こっから来るはず。もう1つ、でこの辺赤点あるはずだ。まだいける、まだ行くぞ。新型のモビルスーツがなんだ。おお、ヘリコプター出して。あ、弾がない。なんかいるぞ。でもまだ中いたはず。味方やったのか、これ。ナイスキルだ。よし、これはエリアのブレイク準備だ。アドバンスト UAV ゲット。見える、見えるぞ。僕にも敵が見える。後ろ、後ろにも目をつけたかった。敵はパワーダウンしている。押し込めだ、これこそ本当に。よーし、あー、いけいけ。外周、まだまだまだ。よーのー、やばい、弾がない。ここまで来たら決めさせていただく。墓がエリア、あ、行くぞ、ラストスパート。墓がエリア1つ、ガンダムで押し返してやる。あれ、ああグレ構えてたな。もう1人そこいる。リムターベルだ。うわ、情けないやつ。こんなのあと少しのところでとどめをさせないとは。上か、上と手前だ。手前は僕がやる。でこれまだすぐ来る、リムターベルだ。なんで、すまんが、みんなの命をくれ。うわこれがやりたかった。まだ後ろだ。よっ、あった。何、目の前にもガンダムだと。ガンダムが2体。ガンダム、ガンダム、ガンダム、どういうことだ。オッケー、いいぞ。敵はパワーダウンしている。押し込め。
押し込め押し込め。すごいガンダムがいっぱいだ。ガンダムガンダム。ガンダムが4機量産されていたのか。ガンダムが量産された暁にはジオンなんぞ。こんな世界線があるとはな。1つ2つ3つ3つ4つ5つ6つ6つ言った気がする。数が数えられないアムロ。7つ OK。 ヘリは出た。ここは集中せねばならん。よしアドバンス UAV ニュータイプ覚醒。あ、私のガンダムが行くぞ。おー、まだまだ。うっ、消えた。おら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 。うわ、まだだ。たかがメインカメラをやられただけだ。ああ、圧倒的じゃないか。親父が熱中するわけだ。